同じく届きました。込みの分も届いたので一緒に送りますねってえ嬉しい前にさなんか送プレゼント送るけどまだ送りたいのがあるので全部一緒に送りますねってコメントくれたのこれ純血の女王の DVD のこと えー、嬉しいもうなんかまた最近「純血の女王」のなんか稽古映像見返して稽古映像のところにあのゲネプロとか初日とかそういうゲネプロと初日だけ乗ってて本番の定点が。でそうなの。 見たかったんですよお風呂入りました今リビングで配信してます自分の部屋じゃなくて DVD 届いたってみんなゲットしてくれて嬉しいえー、みんなと一緒に視聴配信したいなみんなと一緒に視聴配信したいでもちょっと一旦自分一人で見てファンの皆さんも先に一回見ていただいて で、なんか、視聴配信という名の、何て言うんでしたっけ、そういうの。ありましたよね。なんか、何だったっけ。あの、副音声じゃなくて、リクエストアワーの時によく私やったんですよね。あ、コメンタリー、そう、よくわかったね。コメンタリー的な配信をしたい。この時実は、みたいな。 えー、なんか髪の毛がさもう美容院行ってから結構1ヶ月近く経つから明るくなってきたんですけどそう美容院行くタイミングが本当になくてめっちゃ行きたいなんか12時から19時までなんですけど美容院がリハーサルが大体12時から19時までで。 ちょうど被ってるんですよね。うん。コンサート終わってからですね。あのできるのは鑑賞配信、コメンタリー配信。明日も朝早いです。すごい早いわけじゃないけど。 明日は朝の8時からレッスンがあるので7時前には家を出ないとですよね。 12時からしかやってないから病院がそ<う>だから明日は朝ごはんは食べれなそう向こう着いてから食べよう何食べようかなコンビニになりそうえなんかセブンイレブンで美味しいご飯 なんか出てるかなあのカレーパン以外でカレーパンはもう美味しいの知ってるまだおでん出てないですもんねまださすがにおでんは出てないでしょなんかえー、何食べたいかな今日もうお腹いっぱい食べすぎて 今日もお腹いっぱい食べてしまって全然お腹が空いてないマッサンファイトありがとう完全飯何それ完全飯って何 完全飯っていうメニューがあるのなんかセブンイレブンとファミマがあってまあローソンもあるんだけどあまあローソンでもかローソンファミマセブンでもちローソンはあれなんですよねスイーツが好き。 今ゴディバとコラボしてるよね何完全メシって有名なのお栄養バランスが考えられてるシリーズ野菜ジュースとカレーメシとカップ麺があるへえ栄養バランスあ冷凍食品なの でも電子レンジある電子レンジと冷蔵庫ありますレッスン上えみんな知ってるんだ完全メシ初めて聞いた初めて聞きました私何系がいいのうーんなんかもう夜さ安定の気持ち悪さでさ 何食べたいっていうのがまだないんだよねでも麺食べたいかも今の気分 <laughs> パスタたらこクリームパスタってあったっけセブンイレブンん火曜日に新商品が発売してるから新しいものがいろいろあるかもねってえ毎週変わんの 毎週火曜日に新商品すごすぎないえそうなんだえー、えなんかおいしそうなのあるかな なんかさ、私冬の方が好きなんですよねコンビニのメニューなんか冬ってエビのオマールビスクとかビスマルクスープとかあったかいラーメンとかさあったかい系多いじゃないですかスープもだしなんかラーメンとかもさそうクリーム 系多くなるそしてだから冬って私一番あ待って今冬じゃないわ今秋じゃんあ待ってなんかやばい勝手にクリスマスシーズンを予想してたなんか新メニュー <laughs> クリスマス系のなんかチキンとかクリームパスタとか スープとかめっちゃなんか全然違ったまだ秋の味覚か先取りしすぎましたそうだわえさっきコンビニ行ったら「もう冬限定」って書いてあるアイス売ってたって「<laughs> 冬限定」の限定期間長いな。 そりゃあおでんも出てないわまだ確かにそりゃあおでんも出てないね茨城栃木群馬埼玉だったら金福の明太マヨパスタがしたから発売だってえ私金福大好きえおでん出てた え早くないおでん出てるのも出てるコンビニもあるってことえ私のところはどうだろうえこの前コンビニおでん出てたよってえおでん食べようかなあもうなんかおでんの気持ちいいはんぺんとちくわぶ食べたい あと卵焼きでもなんかさおでんってさすごい寒い時に食べたくなりませんレッスンのあと暑くなってて絶対私はおでんじゃないものを明日食べていると思います。 おでんはもう本当にはんぺんがもうずっと一番好き小さい時からおでんとはんぺん以外あんま買わないてかおでんとはんぺんは必ず買うの必ず買ってなんかまだ足りないなって思う時はプラスもう一個なんか買います牛すじかウインナーか卵焼きだね くちゃんかわいいいっぱいありがとうくらちゃんがシュークリームショートケーキと間違えたとモンブラン大輝くんがショートケーキクリス・ロナウドがシュークリームありがとうえ待ってローソンだったら濃厚クリームを味わう生パスタ明太クリームが今日から発売だってあローソン行こうはい決まりローソンにしました もう絶対ゴディバのドラモッチも買いたくなる <laughs> 私なんか最近気づいた最近気づいたってか今気づいたんだけど白い食べ物好きだわでもなんかモデルさんとか誰かが。 白い食べ物は食べないって書いてあった太るから白米とか食パンとかお餅とかクリーム系生クリームとか私が好きなもの白米はそんな大丈夫だけど白米なら私玄米のが好きプチプチ食感でも生クリームも食パンも甘クリーム系の 食べ物が好きだから。やっぱ。美味しいよね。白い食べ物。三百十五日連続配信、ありがとう。ありがとうございます。明日リハーサル合間に配信しそうです。 そう牛乳はダメなのなんか牛乳を使った食べ物は好きなんだけど牛乳生はダメ牛乳なら豆乳の方がまだいいでも豆乳も甘くなかったら好きじゃんあーママと早く豆乳鍋やりたいな 23時55分です早っ早いではそろそろランキング読みますねちょっとさ一瞬確認してきていいですか時間を何時お待たせ 今日は朝お仕事に行く前に「東京リベンジャーズ」を読んできましたてかかすごい私ここプクってなってんなこことここなんでちょっとサンズ私の推しメンのサンズがさちょっと意味深なこと言ってて。 声出しちゃった部屋で一人で呼んでたんですけど「えとか言って <laughs> え「えサンズ何ハルチオなんかすごいお話が進んだ感すごかった一気に「東京リベンジャーズ」のなんかお話がグーンって進みましたよね。リベンジャーズって結構なんか半歩ずつ なんかスススススってゆっくり進んでるイメージだったけど確信には迫らずタケミッチがタイムリーパーとしてなんかすくってでまた戻ってみたいななんか結局どうなんだろうっていう感じでゆっくり進んでったものが急にグーンときた。 ではランキング読みます。急に十三位伊奥加キコさん、十二位クロ、十一位トシくん、十一位コミちゃんクッキー、九位マッサ様、八位マックスエイトさん、七位オリさん、六位大輝くん、五位ヘスターさん、四位マッさん、三位クラちゃん、二位クワちゃん、一位勝隆さんです。 ありがとう皆さん配信見てくださりありがとうございました明日早めなのですぐに寝たいと思いますではまたねみんなおやすみバイバイ